野際陽子は日本の女優、アナウンサー、司会者、歌手、ナレーター、声優。身長163センチメートル、血液型は A 型。特技は英語、フランス語。最後の所属事務所はラバンス。本名は同じ。石川県河北郡津幡町で生まれ、富山県富山市で育ち、3歳から東京都杉並区天沼で育った。 杉並区立杉並第五小学校、立教女学院中学校、高等学校、立教大学文学部英米文学科卒業。大学時代は、初代ミス立教に選ばれ、ESS の英語劇セクションと、劇団、テアトルジュンヌに所属し、四大学英語劇大会など数々の作品に出演。大学時代の同期には、元プロ野球選手の長島茂雄、杉浦正し、 俳優の高橋悦史、フリーアナウンサーの大阪忍がいる。大学卒業後、1958年に NHK にアナウンサーとして入局。秋山和平は同期入局。3ヶ月の研修後に名古屋放送局に赴任。天気、婦人番組を担当。翌年の伊勢湾台風の災害報道にも関わっている。同局には1年後輩のアナウンサーとして、 下重明子あきこがいた。1960年に NHK 東京放送局に赴任。テレビ、おはようをさんの司会を週1回担当。以降の2年間は週3本のレギュラー番組を担当した。名古屋赴任時に独身寮の野際の部屋に強盗が入り、ナイフを突きつけられ、金銭を取られたエピソードも明かしている。1962年3月に、 NHK 退職後、企画を説明する係として、広告代理店へ転職。しかし出番が来ないまま3ヶ月が経ち、給料だけもらうのは忍びないと気兼ねしていると、15分の生放送番組である、女性選歌の司会者を担うこととなった。女性選歌以降は、女優活動が中心となった。TBS のプロデューサー大山克美は、NHK のアナウンサーだった野際を女優に、 誘ったのは僕と述べている。1963年7月5日放送のテレビドラマ火の器で主演のサブリシンの教え子になる理知的な若い美人が欲しくて人選していたがなかなか見つからず。野際は当時 NHK の花形美人アナウンサーだったが近々キンキンやめてフリーになるという噂があり、あって 芝居やってみませんかと誘ったら、とてもやりたいと思っていると言われ出演してもらった。ほとんど褒めることのないサブリが、野際のことを、彼女はいいですねと褒めていたので、野際も自信を持ったのではないか。それで、東映の映画とかに出演するようになったと述べている。1966年2月にかねてから、念願であったパリへ留学。ソルボンヌ大学で古典仏文学の授業を受けながら、 アリアンスフランセーズにも通い一年を過ごした。翌年帰国後女性戦火に復帰しパリで培ったファッションセンスを活かした。1967年3月パリからの帰国時にまだ日本では珍しかったフランス製のミニスカートを着用してタラップを降りてきた。ミニスカートは世界的に流行しつつあったが日本においては 同年10月の追撃依来日を皮切りに爆発的に流行したが、それよりも7ヶ月早く著名人がミニスカートを履いて、甲の場に現れたことから、脱ぎ輪は日本におけるミニスカート第1号である。1968年にテレビドラマ、キーハンターがスタートし、5年間放送され、視聴率30%以上を記録し一世を風靡した。 ディレクターにどうしても歌わせてほしいと直談判して主題歌の非常のライセンスも歌った。1972年には共演の千葉慎一と婚約翌年結婚。1975年にマナセ樹里を出産。38歳11ヶ月での初産は当時の芸能人の高齢出産最高齢記録だった。1992年テレビドラマ ずっとあなたが好きだったでムスコーで気合いする、したたかなシュートメを演じ、大ヒット。以後、着物姿のシュートメ役が定着し、ダブルキッチン、誰にも言えない、スイートホーム、長男の嫁など、TBS ドラマの常連になった。1994年、日本にいたかったの際は、アメリカに拠点を移したかった、千葉新一と離婚。千葉と一緒に、記者会見に臨み、 私のわがままです。彼がハリウッド進出のため、米国にいるのがほとんどで、千葉晋一の妻という感覚が気迫になりふっと忘れてしまうことが多くなった。けじめもつけたかったし、出会った、キーハンターの頃の友達に戻りたかったと理由を答えている。1996年、徹子の部屋に出演した際に離婚を、両妻兼母と言われていたけれど、 忍じゃないっていう感じがしたなどと当時を振り返っていた。同年10月5日、オールスター感謝祭96超合華クイズ決定版この秋を待たせ特大号では60歳255日での最年長優勝を果たした。その記録は23年経った今でも誰にも破られていない。2011年3月、福島第一原子力発電所事故を受け、原発から出た。 放射能を無害にする技術ができない限り、原発はあり得ないと反原発のスタンスであることをインタビューで語っている。このため、震災後に自宅の照明器具をすべて省エネのため LED に交換している。2013年12月現在、特定秘密保護法の制定に関して反対を表明。2016年11月23日、 石川県下北郡津端町の広報特使を移植された。2014年に初期の肺腺癌と診断され手術したが、2015年に再発したため再手術で主要摘質手術を行っていた。2016年秋からはドラマ、安らぎの里の撮影に参加していたが、癌が再発。体調が日に日に悪化する中、野際はそれを周囲に隠しながら2017年5月7日まで、 撮影を続行し、代役の効かない重要なシーンをすべて撮り終えていた。しかし、翌5月8日、肺炎を併発して入院。以降、容体は回復することなく、1ヶ月後の6月13日午前8時5分、娘、マナセラと事務所スタッフに見取られ、肺腺癌のために、東京都内の病院にて、81歳で死去した。テレビドラマでは、安らぎの里が、 映画では、いつまた、君とホーリー純在来が、遺作となった。生涯最後の撮影現場となった、安らぎの里では、撮影の合間に、酸素吸入器をつけるなど体調が悪いながらも、最後まで毅然と演じ切った。また、ずっとあなたが好きだったなどで共演した、佐野史郎も自身のブログで、哀悼の意を表した。その後、安らぎの里の後を受けて放送がスタートしたドラマ、 トットちゃん。で、娘、マナセが野際を演じて、話題となった。家族仲が良く、実家の家族と、よく、バーベキューを楽しみ、還暦を迎えたのを機きに、脱いでみようかというタイトルのエッセイを出版している。本人曰く、自分のことを正直に書けたのでこのタイトルに落ち着いた。多趣味であり。 独身時代から勉強していた語学に加え、結婚後も子供と一緒にアイスダンスやピアノなどを習っていたことがある。金雑誌の取材で玉村と洋のアトリエを訪れたことがきっかけで水彩画を描いている。健康オタクを自称するくらい健康には気を使っており、自分で考案したり人に聞いたりした健康ドリンクを長年飲み続け、おいは股関節から来ると主治医に聞いてからストレッチを、 続け、180度開脚できるようになった。テレビドラマ、キーハンターや、鬼平犯課長などで共演した、丹波哲郎から、妹のように可愛がられ、佐野史郎は、ドラマ、ずっとあなたが好きだったでの際と共演していた時に、丹波から、ようこをよろしく、と声をかけられている。所属のラバンスは、丹波が設立した丹波プロダクションが元であり、娘のマセを含め、 多くの俳優を抱える事務所として営業していた。しかしガンとの戦いを続けていた野際は自身の体調の最悪の事態を考え事務所社長とともに所属俳優の他事務所への移籍の口利きを進めた。ずっとあなたが好きだったの後もダブルキッチンなど着物を着たシュート目役が続くが私の後は浅野優子さんにでもお願いしようかしらねと語り、 朝野とも交流が続いていた。晩年の闘病中であることは、週刊誌にスクープ掲載されるまでは極秘だったそうで、朝野や羽田道子など国一部の関係者のみにしか知らせていなかったという。夫婦役では、ダブルキッチン以降、伊藤四郎との共演が多い。橋爪伊夫とは、映画、全人の条件、ドラマ、ずっとあなたが好きだった、スイートホーム、 京都迷宮案内、新、京都迷宮案内、笑う三人姉妹、国発国選弁護人などで共演している。NHK 時代から黒柳哲子との交流が続いていたため、哲子の部屋へのゲスト出演21回は女性ゲストでは最多だった。旅の香り時の遊びで共演していたお笑い芸人の広志を可愛がっていた。野際の死去に際して広志は、 僕が出始めた頃は、売れているピークの時でしたが、番組が終わる頃になると世間から、一発屋と呼ばれ、雑に扱われるようになっていたんです。よくある話ですが、売れている時は、よくしてくれても、落ちぶれると接し方が変わるじゃないですか。でも、野際さんはそんなことがなく、いつも、ひろしくん、君、ろしく君と呼んでくれてと話している。番組スタッフにも、うちのひろしを、よろしく。 と言って回っててて回くれていたそうである。最初は嘘だろう、僕のことなんか見てないだろうと思っていたんですが、本当だと知って嬉しかったですね。僕が番組に出続けられたのは野際さんのおかげだと思っていますと広志は感謝している。野際は広志に誕生日プレゼントとして高級スカーフを与えたことがあり、広志はスカーフを身につける習慣はないが大事に取っておいているという、ありがとうございます。